妹の反応がやっぱ一番大きいですね。もう本当に僕の、まあ、言ったらシミを見てなんか漫才してたぐらい。もうなんかマーキングしてここ見ながらやってたぐらいちょっと目立ってたらしいんですけど。自身のシミに悩む彼がたどり着いた場所はここ、男性専用の総合美容クリニック、ゴリラクリニック。あんまりお笑いとか見ないですか？あんまり見ないですかあ、本当ね。ですか？なんか他音楽とか興味あるものって何なんですか？まあ音楽流れてるものはちょっと自然に聞くんですけど。誰だってそうですよ。適当な方ですよね。あ、私です。そうですよあ、ね。そうなんです。あ、分かってしまいました。あ、起立器どうですか？ピリピリやっぱしてます。してますか？はい。では、突き取っていきますね。話を伸ばしてください。パチッと起きますね。では、続けていきます。はい。なりました？びっくりしました。喋ってて、一人で喋ってるみたいな。今してますね。してますよね。はい、してます。はい、それ反応してるので、ちょっとまあ、そうですか。でも松川さんは多分翌日ぐらいまでには落ち着いてくると思うので、あ、本当無理にこう書き壊したりはしないでください。大丈夫です。もう2回目なんで大丈夫です。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。いや、よかったです。終わりました。今日は